半年後までに2倍にしてくださいっていう風なオーダーを出してます。コンバージョンレートが高いテーマを重点的に作るっていう体制自体がなかなかできていないのかなと。正直コンバージョン出すのは難しいキーワードなので、本来だったら最初から作らなくてもよかったキーワードになってくるかなっていう風には思っています。はい、どうもこんにちは、ストクさんのヨノです。今回は新企画でですね、社内に発注してみようの企画です。初回なんですけども、弊社にはですね、いろんな得意領域を持ったコンサルタントが所属していますと。今回で言うと、弊社の方で自社のホームページの SEO っていうところを対策進めている中で、まだまだ改善できるだろうっていうところがあるので、自社のやってる SEO の改善施策を出してくださいっていう形で社内メンバーに声かけをしましたと。弊社の中で SEO が得意なコンサルタントっていうのが複数名いるので、その中で立候補してくれた方に今回順番にプレゼンをしていただきます。お題は、弊社の SEO で獲得しているお問い合わせの件数っていうのがだいたい20数件ぐらいですよね。それを半年後までに2倍にしてくださいっていう風なオーダーを出してます。予算は勝手に提案してくださいという形にしてまして、本当に手法に関してはどんな手法でも構いませんっていう風な前提になってます。事前に自社の SEO に関するデータ周りに関しては共有してまして、質疑応答っていうのもテキストベースで基本的に済んでいる形で、今回が提案の現場っていう形になりますというところで、4人の選手たちにプレゼンしてもらうので、僕らも楽しみにしているっていうところで、めっちゃハードル上がってますけど。というわけで順々に流していって、どのコンサルタントに頼みたいかなみたいな、このコンサルタントそんな角度提案するんだみたいな感覚で、自分が発注者になったような気持ちでご覧いただければなというふうに思います。ちなみになんですけども、現状の弊社のホームページの SEO 部分を担当してくれてるのがニキさんになりますと。ニキさん自体もともと私の方で一緒にインターン生として働いてて、もう足掛け4年ぐらいですかね。そうですね。ウェブ制作だったりとか SEO だったりとか、その他のリード獲得周りを今では全体的に見てくれてるっていう風な若手の人材になりますので、ニキさんが一番提案を欲しがってるんじゃないかなっていう風な話ですかね。少し怖いですというわけで、そういう前提になりますので、一応念のためご共有までというところです。一人目の山崎さんからスタートなんですけれども、山崎さんは事前にニキさんに個別にヒアリングをしていただいて、準備も万端というところで、めっちゃ楽しみですね。1時間みっちりヒアリング行きました。早速なんですけども、お願いします。お願いします。資料に沿って詰めていければと思います。早速ご提案のサマリなんですけど、事前にヒアリングさせていただいて、打ち手の部分もすでに動いている部分もあるので、主にインパクトがあってすぐにやるべきことに絞って話していければなと思ってます。まず元々の予見としては、 SEO 経由の有効問い合わせを倍にしていきたいというところです。2点目にまとめたのが、今回結構ポイントになりそうなのが資産優位性、ストックさんが持っている優位性みたいなところをいかに活かしていけるかというところで記載をしています。 YouTube の認知度が高くて指名の流入が実際多いと、あとはリード獲得自体は非常にできているかなというところと、あとパートナーのリソースですね、知識含めての部分、このあたりちょっとポイントになるかなと思ってまとめています。課題というか仮説の部分なんですけど、そもそも既存リードを有効商談につなげるという部分と、あとは指名系のキーワードのコンバージョンの改善をしていくというところで、直接的に成果につながる部分っていうのを少し課題感として持っています。テーマとしては資産を生かした短期施策を実行していきたいなと思っています。具体的な策は後ほどご説明するんですけども、広く捉えてまして、ウェビナーだったりとか事例ページの作成とコラムの動線強化、あとはコンテンツ品質向上のためのフローの改善といったところをポイントで記載をしています。その他打ち手で一応箇条書きで記載してるんですけども、キリンクだったりとか SEO の基本施策みたいなところ、親子関係を作って SEO の評価を高めるとかリライトとか、そのあたりに関しては今回は触れず、引き続き粛々と実行していければなと思っております。一旦前提の確認なんですけど、 SEO の流入からのコンバージョン2倍、結構大変だなと思っていて、どうしようかなっていろいろ数字を考えた時に、そもそもラストタッチで2倍にしていくっていうところ結構難しいんじゃないかなと思っていて、ちょっと前提を整理したいなと思っています。この図のところにあるように、コラムにランディングをしてそのまま問い合わせに持っていくって結構難しいかなとは思っているので、 SEO の流入を上げるっていうところとプラスして、この階段でいうところの2段目3段目のところ、ウェビナーだったりとかホワイトペーパー事例、このあたりへの動線だったりとか、これ自体の強化をトータルやっていくことで2倍という数
数字を目指していければなと思ってます。なので上にも書いてあるんですけども、全体施策は整えていく必要があるかなと。リード獲得から商談化の全フローのところが対象になってくるかなと思います。全体施策整理するにあたって、カスタマージャーニーざっくり全体化見た上で、大きく流入改善、左下ですね、青い部分と右のコンバージョン改善に分かれてくるかなと思っています。内容自体は詳細ちょっと割愛するんですけれども、主に流入のところに関してはコラムの制作自体を根本見直しをして、そこでの品質向上した上でコラムの流入だったりとか、そこを増やしていきましょうというところですね。深い部分に関しては動線改善、そもそもウェビナーでの刈り取りというか有効商談数の獲得だったりとか、あとはサービスサイトの拡充というところをやっていければと思っています。主に掲げた重要施策4点記載をしています。左からいきますと、ウェビナー開催、こちらに関しては今聞いたところだと3ヶ月に1回程度ぐらいで、あまりできていないかなというところなので、理想としては月10回程度まで引き上げていって、直接的に有効商談数をこちらで上げていきたいなと思っています。事例インタビューに関しては、現状インタビュー記事自体はあるんですけど、実際写真も撮ってクライアントにインタビューをする形でイメージが湧く形、かつ信頼性の担保ができるような施策をやっていければと思っています。動線強化の部分は主にポイントになってくるのが、各コラムからの適切な動線というところで、特にソリューション別 SEO であれば SEO へのホワイトペーパー、 SEO への事例ページみたいなところの、そのソリューション別で、場合によってはインダストリー軸みたいな形でクリニックだったりとか不動産とか、その業界別みたいな動線を適切に設定していきたいなと思っています。4番のコンテンツ制作フローに関しては、ある程度管理部で管理をした上で、パートナーの工数も削減しつつ、作るべきテーマを確実にディレクションして作っていく体制を整えて、セッション増加につなげていきたいなと思っています。それぞれざっくり下の方に想定効果みたいなところを記載してるんですけども、前提で確認したように、セッションが増えてそのまんまコンバージョンが増えるみたいな一つの流れで完結しない部分もあるので、最終ウェビナーのところの獲得だったりとか、事例インタビュー記事によるコンバージョンレート改善とか、このあたりを掛け合わせて、それぞれ足し合わせて2倍を目指していければなというふうに思っています。あとはそれぞれの詳細ですね、ここはちょっと簡単にご紹介できればと思うんですけど、競合各社見ていくと、ウェビナーですね、現状募集で出てるので10本前後とかあったりというところで、月間10から20多いと30近くとかやっていて、有効商談につなげているところは大きいのかなと思っています。インタビュー記事ですね、参考事例として事例ページが30ページぐらいになっていくと、ある程度コンバージョンレートの向上と相関があるみたいなデータも出てるんですけど、実際競合のサイトを見てもかなりの数、30本以上ぐらい事例ページがあってですね、このあたりはストックさんのことを知って、入ってきた人が実際どんな会社で信頼できるのかっていう最後の判断のところに大きく関わってくるかなと思っているので、ここは強化していきたいなと思っています。あとコラムからの動線ですね、細かい部分に関しては少し割愛するんですけれども、基本的にはホワイトペーパー、事例、無料相談、資料請求だったりとか、パートナー紹介ページ、このあたりをコラムテーマと関連性が高いものをそれぞれサイドバーだったりとか記事内フローティングバナー含めて設計していくというところです。すでにある程度入ってはいるんですけれども、一番のポイントは先ほどもお伝えしたように、 SEO の記事であれば SEO の資料にしっかりと誘導していくというところの設計をしていくというのと、コラムから今事例ページへの遷移がないので、そこも1点追加でやっていければと思っています。オペレーションフローの見直しに関してはちょっと補足が必要かなとは思うんですけれども、サイト全体のテーマの網羅性だったりとか、優先順位決めみたいなところがオペレーション上ちょっと課題があるのかなっていうのはヒアリングで伺ってて思いました。今結構個人の熱量というか、やりたい人がやるっていう感じに委ねられているので、結構テーマが偏ったりですとか、コンバージョンレートが高いテーマを重点的に作るっていう体制自体がなかなかできていないのかなと思っています。なのでアフターの部分で管理部のでディレクターを立てて、ある程度作るべきものを指定をしていくようなところをやっていければと思います。その上で2点目のところに関わってくるんですけど、熱量の部分っていうお話もしたんですけど、正直工数がかかるのが結構ネックかなとは思ってます。なのでパートナーに全部記事作成を任せるというよりは、結構 YouTube 撮影にちょっと近いやり方なんですけど、ある程度管理部でディレクションを取って、イメージインタビューに近いような形で情報をパートナーから吸い上げて、それを記事化編集する部分のある程度巻き取れる工数の部分は管理部で巻き取ることで、代わりに必ず作りたいテーマを作っていくというところですね。そのようなオペレーションの見直しをすることで、テーマの偏りなく作るべきものを優先的に作っていくというところで、よりセッションとコンバージョンレートの増加つなげていければと思います。プラスでいくと情報の視認性というところで、こちらもパートナーに委ねている部分があるので、オリジナル画像とか図解だったりとか、あとは細かいところで言うと吹き出しで認定パートナーが一言コメントを入れてるような UI とか、そういうところが品質担保しきれてない部分があるので、
で、この辺も管理部ので担保してしっかり進めていければと思っています。なので記事の細かい1個ずつの施策というよりは、そもそものフローを見直してそれが実行できるような体制を作っていければなというふうに思っています。この4点ですね、コンバージョン刈り取り、あとは流入増加のためのベースになる体制構築含めてやっていければなと思っています。一旦以上となります。ありがとうございます。まずこれがいくらでどういう支援ができるのかっていうところまでが提案なんです。ここってどんくらいですか？コンサルティング費用で月30万円でオペレーションの構築支援だったりとか、通常モニタリングの部分をやっていきます。ウェビナー別途相談なんですけど、コンサルティングっていうのは要は施策のモニタリングの部分じゃないですか。実行支援ってどこまでできるんですか？企画出しですね。具体的などの記事からどういうふうにやっていくかと、どのパートナーにどういうふうに指示を出すかとか、管理部でどこまでやるべきかみたいなところのオペレーション構築の支援みたいなところですね。今回は記事作成は含まれていないというところです。プロジェクトマネージャー代行みたいなことをするってことですよ。そうですね。現状の感想としては総合的な提案だったのはめっちゃ良かったなと思う一方で、個別具体的な施策のロジックのところが若干疑問に思うところが結構ありますっていうのが現状です。一旦質問だけバーってメモったやつ並べると、ウェビナーの流入獲得経路ってどうすべきだったりとか、事例数って結局いくつ増やせばいいのみたいな話、あと動線の最適化に関して既存でも多分一応やってる部分ってあると思うんですよ。例えば SEO に関しては SEO のペーパーみたいな、そこってレバレッジそんな効くんだったかなっていうふうに思いました。4つ目が指名検索っていう資産を生かしましょうっていう話があったんですけど、施策ベースで話なかったと思うんで、そこの CTA ってどうすべきかっていうところはシンプルに疑問に思いました。一旦4つですかね。オペレーションの部分でオリジナル画像の作成みたいなところは一部うちのデザイナーですでに順位がまあまあついていてやっているみたいな前提があったので、そこはちょっと食い違いがあるかもしれないなみたいな感じですかね。ウェビナー20発って相当多いと思うんですけど、流入を一個一個ハウスリストも使って頑張って取るっていうよりかは、 SEO で来た人向けにこの日やったら参加できるから一旦参加しとくかっていうためのものっていう理解なんですけど、それは合ってますか？ウェビナーはハウスリスト含めての全体策ですね。それとテーマってどうなります？20個全部変えるべきですか？テーマは各ソリューション別にそれぞれ何個かずつ準備するようなイメージ。 YouTube で3テーマみたいな、ね、SEO で3テーマみたいな、ね、そうですね。ワンチャン人ごとと言いますか。そうですね。かなり工数かかるんで、現実的に考えておそらくですけどマックスで8とかじゃないですか？ニキさんどうですか？おっしゃる通りだと思います、うん、自分もそこを質問しようと思ってたところで、多分事例で挙げてくださったのって全部 SEO 特化の会社でテーマが SEO に集約できると思うんですけど、うちだと結構ばらけてて、実際コラム経由でも SEO の要件だったり広告 YouTube とか、なんでそれぞれ作るのは工数重いし、ウェブ全体のトータルのテーマにしちゃうと逆に引き弱くなって、そのぶどまり悪化しちゃうんじゃないかなってのは聞いててネックだなと思って、そこは聞きにしたかったなっていうところでした。一旦テーマというかコラム流入が多いようなジャンルに絞って、そのジャンルでウェビナーっていう着地を試してみて、それでコンバージョンが本当に引き上がるんだったら、今回お問い合わせ数っていう話ですけど、受注が結局僕らは欲しいわけなんで、受注数っていうのが引き上がって、単価に関してもそんななんか変なものっていうのがないっていうのを検証できたんだったら、他のジャンルに展開するっていうのはやりやすいですよ。使い回していたら言い方悪いんですけど、最初はしんどいものの、それを繰り返し告知をするっていうのは大事で、有効問い合わせ商談までっていうところをゴールにすると、 SEO でまずリーチを増やして、ハウスリスト自体を増やして、最後の刈り取るというかウェビナーのタイミング自体を増やしたいみたいなところはあるので、最初はしんどいものの半年スパンとかでいけばもうちょっと回るようにはしていくべきかなとは思ってはあります。もしご存知だったらいいんですけど、例えばその事例に出してくださった企業さんとかで、基本ほぼほぼ使い回しのセミナーが常に、ね、流れてるみたいな感じなんですかね。今日似てる内容は多いと思います。毎回全く違うってことはないとは思います。それを週1回打ったりとかいうイメージですね。はい、2点目で事例数結局いくつ増やせばいいのっていう話とか、どういう内容のやつを作ったらいいのっていう質問ですね。これも結構工数がかかるような話なんで、一応データ上は30本ぐらいを目安にやっていくとコンバージョンレートが伸びていくっていう概算の指標というかあるので、一旦そこは目安になる。定性的に結構ポイントになるのが、今ってパートナーごとに事例自体は記載はしてるものの匿名のものが大半なのと、あとは結果は出てるものの、例えばビジュアライズして一目で大手と取引がありますとか信頼されてますとかっていう感じのは出づらいかなとは思ってるので、先ほどの質問に絡めると指名で入ってくる、要はYouTube とかで認知してストックさんって何やってんだろう、結構ちゃんとやってんのかなみたいな感じで入ってきた
方に匿名のものずらっと並んでるとちょっと弱いというか、言い方ですか、怪しさみたいなのがまだ残るところに対して、こういった形で写真も撮ったりとかしつつ、こういうところに困っていました、こういう相談をしたら担当何々さんすごくよくやってくれましたみたいな、クライアントの声としての事例、数字が良かったですという結果だけではなくて、信頼されているようなところが伝わるようなものを作っていきたいなと思ってます。大事っすよね。普通に弊社で言うと、最初ストックさん気になって指名特にすることなく問い合わせました、 A さん B さんが提示されて両方の話聞いてみたら A さんが良くて、 A さんに実際頼んでみたら本当に良かったと、どういうところが良かったですか、こういうところですみたいな話とかが事例インタビューで言ったら、最初の入り口のところから成果のところまでちゃんとイメージが湧くようになるみたいな感じですかね。確かにそれに関しては一つもないんで、これはやりましょう。僕も営業してる中で肌感でちょっと多いなと思うのが、なんとなくストックさん YouTube で見た気がしますの人が結構多いんですよね。ストックさんって名前だけは知ってるものの、個別の僕の動画とかまではまだ見てくれてないみたいな人が、ウェブサイトだけは見て問い合わせてるわけなんで、名前だけ知っててウェブサイトだけ見て問い合わせるっていう人に対して、そのウェブサイトを見るって時にもうちょっと YouTube で一生懸命発信してるような信頼性とか中身をこう理解いただきたいような内容を公式サイト上でももうちょっと見せたいっていう意図があります。指名検索に一番ヒットする CTA といいますか、施策っていうのがさっきの事例ってことですかね。一番そうですね、事例です。指名検索っていうのは、例えば山崎翔太郎っていう名前で山崎さんの認定パートナーの詳細ページに入ってくるユーザーのことを指してますか。どっちもあるかなと思って、ストックさんのワードとコンサル担当名、ただどちらかというとストックさんっていうワードの方がボリュームが大きいのと改善インパクトが大きいかなとは思ってます、うん、今回コンペの場で事例インタビューを作りたいですってなった時に、パフォーマンスが出やすいような事例記事の作り方だったりとか、インタビューを実際にお客さんに受けてもらうためのアポイントメントの取り方みたいなところって支援いただけるんですか。 B2B の事例インタビューの経験が豊富なメンバーというかライターもいて、アポ取りから企画出しと当日進行と記事化までっていうのを担当できるメンバーもいるので、そこで実施できればなと思ってます。それはありがたいな。承知しました。それはまた別のつもりって感じですけど、ね、OK です。僕以上です。大きく2点あって、1点目が動線の話、2点目が個別記事の改善の話なんですけど、まず動線のところで言うと、それこそ事例の中重要性みたいなところは結構ユーザーの遷移図みたいなところを見ていて、あと YouTube と SUK で結構変わるなっていう印象があって、 YouTube 系のお客さんってある程度ストックさん認知していて、そこからホームページ来てるんで発注前にどんな実績あるのかって見るんですけど、結構自分が見た時だと SUK の人って実績見ない、経由しないっていうのが見受けられて、そんなに SEO のコラムから実績への動線ってあんま強化してないんですけど、 SEO きっかけのユーザーさんってまず次どこに誘導したら良いかみたいなところって、ベストプラクティスというか定石みたいなところってあったりするんですか。定石としては関連度が高いホワイトペーパーダウンロードになるかなと思います。その上で事例も見る人もいるので、そこの動線がないこと自体は問題かなと思ってはいます。うちだと一番多いのが YouTube 経営のお客さんっていうところで、そこでまた SEO っていう集客の軸が出てきたんで、もともと YouTube 内図されたホームページになってるんですけど、ここって結構がっつり SEO 用に、例えばヘッダーの動線を始めます、サイドバーとかフッターとかもう全部ガラッと変えた方が良さそうみたいな感じですか。コラムに関してはストックさんを知らないで一般ワード来た人を想定するべきかなと思います。なのでそこの改善余地はあるんじゃないかなとは思ってます。分かりました、ありがとうございます。2点目が個別記事の改善の話です。専門性だったり網羅性とか視認性上げようって話なんですけど、現実的な話だとさっきも工数の話あったと思うんですけど、一旦パートナーの作ってもらった記事で大方問題なければ公開して、順位がある程度1ページ目とか入ってきたら、それをこちらでさらに引き上げるみたいな動きだとやりやすいなっていう印象は聞いてて思ったんですけど、そういう方法でもありっちゃありですか。今までは結構ありで、もう少しありかもしれないんですけど、より伸ばすっていう風になると、管理をされてしっかり品質が担保されたものの比率がもっと増えていくべきかなと思うので、コンバージョンレートが見込めるものとか上がってきてるものだけ手こ入れするってなると、成果が先細りするリスクはあるかなと思ってはいます。っていうのと、あとキーワード自体が無限にはないので、そういう意味でも手こ入れする個数をかけるべき記事の割合がだんだん増えてきてるのかなっていう、増やすべきかなっていうイメージです。今まではコラムにそもそも記事数があんまりなくて、予約月に30記事とか上げて大体300弱とかあるんで、ある種フェーズが変わってきたタイミングというか、今まではとにかくコラムの数優先で流入を一気に増やしていきましょうみたいなところが、最初からある程度情報も集まってどういう記事が CV するか分かってきたので、最初から狙い撃ちでみたいな、そういうイメージですか。そうですね、優先の高いものをディレクションして依頼してやっていくイメージです。わかりました、ありがとうございます。
僕からは井原さんと近いんですけど、前提条件結構変えて提案してるっていうのはめちゃくちゃグッドだなと思ってます。あとはオペレーションの部分言及いただいたのもすごいグッドかなと思ってるんですけど、やっぱり工数の部分とスケジュールがちょっとよく分かってなくてですね、半年間あったとして何にどれぐらいのスピード感で進めるのかっていう、それに紐づいて僕だったりとかニキさんの時間をどれぐらい使えばいいのかが見えなくて、シンプルに担当者としては嫌だなっていう、燃費いい方法ないのかなみたいなっていうのはシンプルな感想ですね。あとはシンプルに時給換算した時に結構やばいことになりそうなみたいな、あの人件費の方がっていう感じですね。なのでこれをやるのにどれぐらい時間がかかって、それでリード2倍になるんだったらなんか別のもうアドマースとか早くねとか、そういう議論もありそうなんで、管理部のコースどれぐらいで見込んでるかっていうのは知りたいっていう感じですね、うん、精緻に出せてはいないんですけど、さっきお伝えしたインタビューに近いっていうのがちょっとミスリードっていうか、結構コースかかるイメージで伝わってる可能性はあるかなと思ったんですけど、一個の方法としては記事の本当大枠のアウトラインだけ管理部側のディレクターレイヤーなんか、ちょっとライターレイヤーに近いメンバーがこの記事はだいたいこういうことは含めてくださいみたいな大枠のディレクションというか指示だけは出して、それをパートナーの方で膨らましてもらってチェックをするっていうのと、画像もだいたいこういうものは入れてほしいみたいなもの、もしくはここも決まってないんですけど、画像を作るオペレーションは別で組んでそれをディレクションするみたいなイメージなので、べったりインタビューするみたいなコースはかかんないかなとは思ってはいます。そこのオペレーション組んで外注をしてコストはかかるものの、そこはそんなに内部メンバーとしては持ってかれないようにはできるのかなとは思ってます。ただ全体施策の中でいうとこれが一番中長期の施策なので、そもそもの事例まずバンと最低限入れましょうとか、動線改善しましょう、最後借り取りのところやりましょうで、半年の成果のところはメインはそこで担保していくイメージかなとは思います。僕らが顧客特性としては結構コンセプトが明確で、視聴者の方向けに言うと仕事を透明化して顧客の不安をゼロにするっていうコンセプトなんですけど、がゆえにマネジメントレイヤーが結構チェックしたくなっちゃうような感じの組織だったりはするんで、はい、あんまり半自動にはいかないのかなみたいなっていうのは率直な感想ですかね。あとは事例ページの件は一応30本でだいたい相関で C ぐらい上がってくるって話なんですけど、それこそね例に出てたやつで SEO 会社さんとか B2B の会社さんなんで、うちってそれぞれソリューションがあって人がいてっていう感じになるんで、全然数的にはもっと必要なんじゃないかなっていうのが思ってるところですね、うん、なんで少なくとも5ソリューションだったら100本ぐらいと事例でないといけないのかなみたいな、なのでちゃんと回るのか、もしくはもう YouTube だったら YouTube で絞って局所で攻めて横転するのかっていう計画はいただけた方が嬉しいかなっていう感じですかね。そうですね、うん、今のも踏まえると全体施策をこれっていうソリューション軸1個 SEO な SEO とか絞って回して横転できそうなものはすぐ横転しつつ、改善必要なものは改善して横転するみたいな4軸の提案それぞれ絞った上で横転みたいなフローで生きるといいのかなって今伺ってて思いました。基本的に僕らの YouTube の運営方針も今まさにやっているみたいに、今回は SEO の予見を社内でコンペしてみようっていう風な、 SEO が生贄じゃない特攻隊長としてやっていただいてるっていう形ではあるので、うちの場合とそれが一番適してるかもしれないですよね。通常の提案だったらこれが初回提案なんで、それでじゃあ揉んで何をいくらでどうやってって話になると思うんで、違和感はないじゃないですけど、おっしゃるとおり普段のね提案とかを見てるんで、さっきの川口さんが言ってたので、いつ誰が何をいくらでどうやるのかみたいなのが順を追って分かるとより伝わってたなみたいな、方法論としてもったいないなっていう風に感じてます。でも新しい気づき自体は僕らめっちゃあったんで、そこはやっぱさすがっすね。多分これって SEO 提案あるあるで、一旦やるべき論があって、社内体制でホームページのクライアントが問題があって、これをどうやってすり合わせようっていう話は絶対あるあるだと思うんですけど、そこ山崎さん的になんかすり合わせるコツとかあったりするんですか？一旦流れとしてはいつもやるのは、これを一旦出した上で今まさにいただいたように、ここ結構工数取りづらいとか逆にイメージ湧いてないみたいなところを明確化して、そこを詰めた上で2回目お話しするみたいな流れ自体はそういう風にやることが多いですね。2回目のところで具体的に誰がどのぐらい工数かけてみたいなことをお伝えすることが多いかなっていう感じですかね。ただあとは優先順位、インパクトがあるものとどのぐらいのスパンを見ていくかみたいなところのすり合わせなので、今回は半年で結構高い目標があったんで、割とギュッといろいろやんないとまずいですよ提案にはなってる。それをぶつけた上で結構現実に難しいですからスタートする話も結構あるかなっていうのは今改めて思った部分ですね。ありがとうございます。感じです、はい、今回はそんなところでありがとうございます。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。お願いします。本日お時間いただきましてありがとうございます。まず資料の方皆さん見ていただいていると思うんですけども、要件整理の部分からご説明させていただければっていうふうに思っております。このスライドが現状の課題であったりとか目的、あとは主要な競合サイト（仮置き）っていうところと、あとメイン対策キーワードのところを簡単に記載させていただいたような資料になっておりまして、課題だったりとか目的とかがブレてしまいますと提案の方向性っていうところもですねブレてしまうことが想定されますので、そちらをですね簡単に認識合わせさせていただきたいなっていうふうに思っております。まず現状の課題っていうところですと、 SEO 経由の問い合わせを2倍にするための方針施策などが明確になっていないっていうところだっていうふうに認識しております。目的としては半年後に SEO 経由の問い合わせを2倍にする、現状月21件っていうふうに伺っていますので42件にするっていうところが目的になってくるかと思っております。主要の競合サイトなんですけども、比較系のキーワードがちょっと優先度が高い対策キーワードっていうふうに考えましたので、一旦比較系のキーワードで競合になることが多かった企業ログ、ウェブ漢字、動画漢字さんっていうこの3サイトを挙げさせていただいてるんですけども、ここは変更になる可能性はあるかなっていうふうに思っております。メインの対策キーワードとしてはこの選定ロジックについては後ほどのデータ分析のところのスライドでお話しさせていただければっていうふうに思っているんですけども、比較系のキーワード、あとは集客系のキーワード、そういったキーワードがメインの対策キーワードになってくるのではないかっていうふうに思っております。続いて前提整理のところにずらさせていただければっていうふうに思っております。まず1個目の前提なんですけども、現状ドクさんの方のホームページ拝見させていただいたところ、2種類のキーワードでの流入が主になっていました。1つ目がですね、まず指名検索での流入ってところで、社名、パートナー名、サービス名みたいなところでして、ストックさんだったりとか株元さん、おささんの名前だったりとか、動画編集道場駆動っていうような QC 部門でのサービス名の名前での流入が中心になっていました。2つ目のところがストックさんコラムみたいなものをやられてると思うんですけども、そこからの流入が中心になってるかなっていうふうに思っています。今回はですね、指名検索の経由の問い合わせを増やすみたいなところで言うと、別のチャンネルでどんどん認知取っていこうみたいなところになってくるかなと思いますので、あくまでこの2点目のコラム経由の問い合わせを増やすっていうような前提のもとですね、方針を簡単にお伝えさせていただければっていうふうに思っています。2つ目の前提として、コラム記事を今度確認させていただいたところ、このコンバージョンまでの経路がかなり複数パターンに分かれているなっていうふうに思っています。お時間も限られた簡易提案というところなので、いくつかあるパターンのうちパターン1に対策に絞って方針をお伝えさせていただきたいなっていうふうに思っております。今パターン1からパターン4まで簡単に上げさせていただいたんですけども、ざっくりコンサルティングの無料相談のフォームに行ってお問い合わせが完了するパターンと、資料請求のページに行って資料請求が完了するパターンと、あとは各 SEO トライアルとかマキトル君っていうような個別サービスの LP に行ってお問い合わせが完了するパターン、他にもその他のパターンが何個か混在しているような状態でしたので、これを全部俯瞰して分析するってなると、かなり継続環境の整理も含めてお時間が必要になりましたので、今回一番シンプルなこのパターン1、おそらく御社的にも問い合わせが増やしたいっていうところだろうっていうようなパターン1に絞った上での CV の傾向分析だったりとか方針の伝えっていうところにさせていただければと思っています。現状 GA4 で未設定のイベントコンバージョン経路のところについていくつか確認されておりまして、今回の提案では必須ではないかなとは思うんですけども、一応共有させていただいた方がいいかなと思いましたので、コンバージョンと動線クリックのところでそれぞれ GA4 でおそらく未設定であるっていうふうに思われるところが確認できておりますので、それぞれ後ほどご確認いただければと思っております。クリックのところに関しましては未設定のところが結構ありましたので、 GA4 ストックさんの強みバナークリックサイドバーっていうところと GA4 ストックさんの強みバナークリックポップアップっていうこの2種類に絞ってクリック数については分析しております。ただ実際スマホフッターの固定ボタンとか記事内の無料相談のボタンクリックってところがよりクリックされているであろうと考えられるような動線になってきますので、正直 CTR の分析、動線クリックの分析についてはあまり参考にならない可能性は高いんではないかなっていうふうに思っています。前提の3つ目ご説明させていただきたいんですけども、ニキさんが担当されていたお話だったんですけども、正直かなりレベルが高いサイトだなっていうふうに見させていただいて思いまして、サイトの内部とコンテンツとあと非リンクの3つの観点においてですね、とても大きなボトルネックになっているような部分っていうのは簡単に見させていただいた限りだとそんなにしてないんじゃないかなっていうふうに思っております。なので大幅な方針の変更っていうのは正直必要ないかなっていうふうに思っておりまして、このまま今の運用体制でしっかり運用していっていただければ、ある程度2倍っていう数字も見えてくるのではないかなっていうふうに思っています。調査させていただいた部分みたいなところなんですけども、まずコンテンツ品質みたいなところ、理由みたいなところで簡単に調査させていただいたところなんですけど、まずコンテンツ品質は検索意図を満たすっていうところで言うと、記事にはよるんですけど、ある程度網羅的に満たせているので、検索意図を満たすみたいな観点で言うと改善ねってそこまで大きいものってないんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとはすごくいいなと思ったのが、専門性と独自性がある記事が作れるような体制になってるんじゃないかなっていうふうに思いまして、基本的に執筆してるのって認定パートナーが執筆してたりするので、私が体験した場合だとこうですとかっていう独自の見解であったりとか、あとは最近結構オリジナル画像とかオリジナル動画って聞くんですけども、そういったところも記事に豊富に含まれていたので、非常に独自性、専門性みたいなところでも非常にいい記事が多いなっていうような印象になっています。サイトの内部みたいなところで言うと、主にマイナス要素がどんだけあるのかみたいなところなんですけども、正直一部重複コンテンツ
などはサーチコンソールで確認できたんですけども、多分おそらく設計もしっかりされてるサイトだったので、正直その割合もすごく少ないですし、ページ数自体も何千ページとか何万ページあるみたいなサイトではなかったので、クローダビリティみたいなところの観点からもマイナス要素の除外みたいなところの優先度っていうのは低いんじゃないかなっていうふうに思っていたので、ここもボトルネックに正直なってないなっていうふうに思っています。リンクのところは唯一もっと積み重ねていく必要があるかなって思ったところなんですけども、競合と比較した時にそこまで大きく劣後してないみたいなところと、あとは関連性の高い非リンクの獲得が日々進捗してるなっていうところが毎日です見て思いましたので、これも積み重ねていけばどん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 差分って埋まっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。すごく良かったのが、結構パートナーのサイトから非リンクついてたりとか、あとは比較記事書いていただいてると思うんですね。なので業者のページからいっぱいついてるので、結構関連性の高い非リンクの獲得が日々出来上がっていくような仕組みができてるんじゃないかなっていうふうに思ったので、これは正直すごくいい仕組みでやられてるなっていうような印象がありました。なので結論としては抜本改善じゃなくて、スポット的にもう少しこうした方がいいんじゃないですかみたいなところが小さい要素ではあるんですけどもあったので、そこをちょっと簡単にお伝えさせていただければっていうふうな方針でお話しさせていただきたいなっていうところになります。次が現状の方針と大方針みたいなところになります。現状の記事別のセッションであったりとかコンバージョン数のデータになっています。あとはクリック数ですね。2つ GA4 上でコラムからの動線のクリックが計測できているものがありましたので、記事の動線クリックとコンバージョンっていうところをですね、それぞれまとめさせていただきました。このキーワード区分って何なのかっていうと、この対応しているキーワードの種別によってこの CVR っていうところが変動する傾向がありますので、どういうキーワード区分のものがコンバージョンに近いのかみたいなところを見ていきたいなって思いましたので、このキーワードの区分みたいなところをさせていただきました。主にキーワード区分としては、まず1点目が比較、2点目が比較系、集客系、あとは費用外注系、何とか費用とか相場とかそういうものとか、外注とかそういう依頼とかそういったもの、ナレッジ系、その他系、あとは事例ですね、そういったキーワードに分けさせていただいた上で平均値などを見させていただいているような形になってます。キーワード区分を実際にしまして、各区分ごとの全体数値みたいなところを簡単にまとめさせていただいたのが今見ていただいているようなスライドになっています。あと前提としてお伝えしたいのが、コラム全部分析するとすごい膨大な量になってしまうので、1件以上コンバージョンが出てるっていう前提の記事に絞って分析しているので、他の方の提案の数値と若干ずれる可能性はあるかなとは思います。この2つについては CVR が比較的高いような記事になっていました。一方で3番4番5番の費用外注事例ナレッジ系のキーワードに対しては、このままどんどん増やしていっても問い合わせコンバージョンに関しては増える状況ではないなっていうふうに判断ができるような低い CVR というふうになっていました。ここまでのコンバージョンの傾向であったりとかグループ化について何かご不明点などはございますでしょうか。疑問点で言うと、今グループピングに関して、はい、そもそもグルーピングが間違っているみたいなケースってあったりするんですか。比較系とか集客系だとシンプルにクエリに入ってるから瞬殺で判別つくと思うんですけど、ナレッジ系と事例系と費用外注系っていうのって結構明確に区別つきました。それで言うとナレッジ系はその他に近いようなイメージでして、費用外注と事例はクエリに入ってるのでそもそも区別つきやすいなっていうふうに思ってます。ナレッジ系だけは正直雑多なキーワードというか領域によっても違うんですね。例えば SEO で言うと検索順位上げるとかそういう形なので、これは正直区別は明確にはつけづらいので、その他系みたいなのに近いのがナレッジ系キーワードになるかなとは思います。ボリュームがめっちゃ増えていったりとかしたら、その他に分類されてる中でもコンバージョンめっちゃ上がってるじゃんみたいな分類を見つけて、より細分化した分析かけることもあるって感じ。そうですね、その方がいいと思います、OK、です。自社のメディアで結構こういうのやってまして、僕のメディアって基本比較メディアなので、比較メディアの中にもコラム系の記事作るんですけど、コラム系の中でも業者の電話番号とかってすごいコンバージョン出るみたいな、そういうのあったりするので、このナレッジ系キーワードについては結構優先度としては落ちるような形なんですけども、他の優先度が高い施策やりきってきたなみたいになると、さらに分類していってリライトすべきであったりとか新規で作るべきキーワードの優先順位作っていくみたいなところは有益かなとは思います。次がキーワードのグループ別の大方針みたいなところを、今回のコンバージョンとセッションのデータを踏まえて提案させていただければというふうに思っています。まず1点目の比較系キーワードに対応する記事のこのグループの方針については、現状コンバージョンの多くを獲得できているような記事になっています。CVRもっていう風にこのグループのシベルがなっていて、他のグループと比べてズバ抜けて高い数値になっています。なのでこの比較系の記事を最重要グループとして扱っていって、主にですねセッション数増加のための既存記事の順位改善みたいなところ、あとはこういった新規キーワードって他にも漏れてるものがある可能性あるなと思いましたので、新規キーワードでの記事作成、あとはグループ内で平均よりも CVR が低い記事っていうのが散見されておりまして、そういった記事を改善するだけでも単純に問い合わせその記事から3倍にできるなみたいなところがあったので、そこのグループ内で CVR が
低い記事の CBR 回転みたいなところを行うっていうのがいいのではないかなというふうに思っています。2点目が集客系のキーワードに対する記事なんですけども、これは比較系のキーワードに次いでですねコンバージョン数と CBR が高いグループとなっていましたので、時点で優先度が高いんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでこちらは比較系のキーワードが終わった段階で比較系キーワードと同じようなセッション数増加の施策、新規キーワードでの記事作成、あとはグループ内で CBR が低い記事の CBR 改善みたいなところを同様に進めていくっていうところが良いのではないかっていうふうに思っています。次が費用外注キーワードに対する記事の方針になるんですけども、これは顕在層向けのキーワードなので、本来であれば CBR ってもっと高く出ていいんじゃないかなっていうふうに思っているんですけども、なんでかなと思って見させていただくと、このマキトル君等の別の LP に遷移させてるページも結構ありましたので、これは今回ちょっとスコープを絞った上での分析だったので、全体で見ていかないと正しい数値っていうところが見れないなっていうふうに思いましたので、一旦今回の施策のご提案の中からは除外させていただくのがいいかなっていうふうに思いました。次が事例系だったりとかナレッジ系のキーワードに対応する記事というところで、ここについては現状 CBR がパーセント程度なので、現状のままセッション数増やしていったとしても問い合わせ数は伸びづらいというふうに考えられます。要因としては2点あるかなというふうに考えておりまして、まず1点目がそもそもコンバージョン出すのがどうやっても難しいキーワードで記事を作ってしまっているみたいなところでして、これが例えば YouTube 収益化コツみたいな記事が結構セッション数とかは集めていたんですけども、これって特産の方で対象としているような企業さんではなくて、どっちかって言ったら本当個人が収益化するときに疑問に思って調べるようなものであって、そもそも流入ターゲットがもうずれてしまっているので、これについてはコンバージョン地点を変更とかそういった有無に関わらず、正直コンバージョン出すのは難しいキーワードなので諦めるべきと言いますか、本来だったら最初から作らなくてもよかったキーワードになってくるかなっていうふうには思っています。2点目はこういったナレッジ系のキーワードっておすすめの業者を知りたいとかそういう顕在層ではなくて、どっちかって言ったら潜在層向けのキーワードが中心になってくるかなっていうふうに思いますので、問い合わせではなくてそのキーワードごとにそれに刺さるようなホワイトペーパーダウンロードなどをですねコンバージョン地点に変更しないとなかなかコンバージョンにつながりづらいなっていうふうに想定されます。そのホワイトペーパー読んでもらった上でインサイドセールスで家電とかそういった形でコンバージョンを取ってくるのがいいキーワードなんじゃないかなとは思っています。原因としてはこの2点かなっていうふうに考えているんですけども、これを改善するのも後々は必要になってくるかなとは思うんですけども、正直2倍っていうような規模感であれば他のグループを対策した方が問い合わせ増加につながるスピードって早いかなっていうふうに思いましたので、ここについては対策優先度を下げていっていいのではないかなっていうふうに思っています。続いて打ち手の例みたいなところで、今回時間も限られましたのでいくつかピックアップして打ち手例みたいなところでご説明させていただければと思います。まず打ち手の1個目が比較系グループの中で CBR が低い記事の動線改善みたいなところでして、比較系のグループって先ほど申し上げました通り平均 CBR がパーセント程度で高いグループだったんですけども、この例で挙げさせていただいたのは SNS 広告代理店おすすめ10社みたいな記事については CBR がパーセントっていう風になっていて数値が低いようなものになっていました。これを単純に平均値ぐらいまで近づけることができるだけでコンバージョン数っていうのは増えるっていうような数値になるので、こういったところは結構優先度高くやっていってもいいのではないかなっていうふうに思っています。 CBR が低いと考えられる仮説みたいなところなんですけども、これやっていただくだけで正直すぐ解決するだろうなっていうところがありまして、比較系キーワードの検索意図が多いっていうふうに考えられて、かつコンバージョンにもつながりづらいっていうふうに考えられるような見出しが記事の上部にバーって書いてあるんですね。例えば SNS 広告代理店おすすめっていうキーワードで流入してきてにもかかわらず、一番上にあるのって SNS 広告の基礎知識とか、あとは代理店に依頼する3つのメリットとかメリットとかそういう話で、正直おすすめの代理店を知りたいよっていうような潜在層のユーザーに対してもう少しユーザーが知りたいような潜在層向けの内容を一番上に持ってきてしまっているので、ここで離脱が発生したりとか結果 CBR の低下につながっているんじゃないかなっていうふうに思います。なので打ち手としてはですね、これはすごくシンプルなんですけども、 CV 観点からもユーザー行動観点からも望ましいっていうふうに考えられますので、 SNS 広告の代理店おすすめ10社プロが紹介っていうような、このキーワードで調べるようなユーザーが一番知りたくて、かつコンバージョンにもつながりやすいような見出しをまず記事最上部に持ってくるみたいなところが重要になってきます。あとはですね、自社メディアでも検証して結構良かったんですけども、こういう顕在系のキーワードってある種潜在的な内容も含まないと SEO 上がりづらかったりするんですね。要はおすすめ何選っていうようなキーワードに対応した記事であっても、おすすめだけ伝えてれば上がるかって言ったらそうではなくて、例えば選び方であったりとか依頼するメリットみたいなある種潜在寄りのところも記事内に入れないと SEO が上がりづらいってところがあるので入れられてると思うんですけども、そこに対して SNS 広告運用に強い代理店を見てみるみたいな、コンバージョンが発生しやすい見出しに遷移するようなボタンを設置して、そこのボタン経由でもコンバージョンにつながりやすい見出しに遷移するようにすることで、潜在的な見出しまで到達したユーザーもコンバージョンにつなげやすくすることができるので、こういったことをやっていただくとこの記事についてはだいぶ改善されるんじゃないかなっていうふうには思ってます。打ち手の2点目としては、ここではちょっと時間もしておりますのでちょっと割愛しながらお話しさせていただくと、計測環境を設定して正確な数値を把握しましょうっていうところで、先ほどお伝えした通りコンバージョンと動線クリックでそれぞれ計測環境が設定されてないところがあったので分析の阻害になるなっていうふうに思いましたので、ここのところを正確
くに設置することによって記事別の CTR だったりとか CVR のところの分析が正確にできるようになるなっていうふうに思いました。打ち手の3つ目がコンバージョンへの寄与度が高い比較記事の順位改善提案みたいなところでして、正直これについては今の記事質でもかなりレベルが高いなっていうふうに思っておりまして、競合レベルが高いようなアフィリエイトサイトに近しいような記事質になってるなっていうふうに思いましたので、結構すごいなって思いながら見てたんですけども、なので大幅な手こ入れは不要なんですけども、もうちょっとアドオンでできるところみたいなところをかいつまんでお話しさせていただければと思います。まず打ち手としてはこれが一番おすすめでして、 Google 検索セントラルの質の高いレビューを書くっていうようなそういったページがあるんですけども、そこを参考にして不足している内容を補足していくっていうところが有効な手法かと思います。結構比較記事を上げる上でこのページ見ていただいてやっていくと結構上がったりしますので、自社メディア作るときもよく見てるんですけども、例えば今回で言うと自分の経験や専門知識に基づいて最も重要な意思決定要素に焦点を当てますっていうようなレビュー記事を書くべき時に入れるべき内容っていうところがあるんですね。なんですけどストックさんの記事の場合って選び方書いてあるんですけど、どの選び方が一番大事なのかみたいなところとか、どういった経験からそれが言えるのかみたいなところがなかったりするので、そこを入れていくみたいなところは重要だと思います。これあくまで一例でして、他にも結構漏れてるところありましたので、そこを順番に入れていくみたいなところがいいんじゃないかなとは思います。次が顕在ニーズの見出しで、競合で都合している部分があれば追記を行うみたいなところで、中にはですね競合水準でおすすめ10社紹介してるのにストックさんの方で5社しか紹介してませんみたいなところがあったので、これは純粋に顕在ニーズを満たすっていうところでちょっと劣ってるなっていうふうに思いましたので、そこの追記を行っていくっていうところがいいんじゃないかなとは思います。3点目が関連性の高い記事のメインコンテンツから内部リンクの追加を行うみたいなところで、今結構内部リンクについては割と雑多にやられてるなっていう印象でして、記事下の関連記事の部分からのリンクが主になっているような比較記事もありましたので、ちゃんとメインコンテンツ上部のところからリーズナブルサーファーモデルっていうような考え方に基づいてしっかりリンク評価、ページの評価を渡せるような内部リンクにしていくっていうことが重要なんじゃないかなっていうふうには思っています。今回ご提案させていただきたいのがスポット改善のプランということで、40万円かける2ヶ月でお見積もりさせていただければと思います。実施する内容としては主に4点でして、まず対策キーワードの整理みたいなところと、あとは対策優先度が高い記事をこのデータ元にですねピックアップさせていただいて、この5記事に対して見出しであったりとか質の高いレビューの書き方みたいなところを参考にした上でのその改善提案みたいなところを CVR 改善も踏まえた上で実施させていただきたいなっていうふうには思ってます。それを踏まえた上で月に1回ミーティングの方をさせていただいてご説明させていただきたいなっていうふうには思っております。あとはイメージとなるような見出しの作り方とか、こういうのを入れさせていただきましたので、後ほど見ていただければっていうような形にはなります。私の提案としては以上になります。月に1回のミーティングっていうのはどういう意味ですか？結局のところ改善の指示書とか作らさせていただいた時にご説明をさせていただくような場が必要かなと思ったので、それでご説明させていただく場として月に1回ミーティングしますっていうふうに。ご説明ミーティングしたいな意味合いですね。はい、OK です。40万円で結局何やってくれるのかなっていうところがちょっと分かりづらいなと思う。まずやるべきこととしては対策キーワードを整理させていただいて、他にこういうキーワード作った方がいいよみたいなところの抜け漏れがないかっていうようなところの調査みたいなところと、あと5個をピックアップさせていただきまして、いろんな顕在ニーズ満たしてるかとか、先ほどの Google の検索セントラルのドキュメントに基づいて改善点がないかみたいなところを5記事の改善提案をさせていただくみたいな形です。個別で僕の肌感としては金額感として割とリーズナブルじゃないかなというふうには感じました。対策キーワードの整理もしてくれるんだっていうふうに思ったっていうのが正直な感想ですね。対策キーワードのところは本格的にお話しさせていただいた際にすり合わせさせていただきたい。全部整理すると膨大になりすぎて多分終わらないかなと思いますので、何かの領域を縛らさせていただいて、いつも想定何ワードぐらいでみたいな形でお話しさせていただくので、そこはちょっとまたすり合わせさせていただきたいなとは思ってます。いつも何ワードぐらいなんですか？いつもだいたい150キーワードぐらいが多いかなとは思います。それ以上になると結構な規模のサイトでして、記事数が増えすぎても個人的に良くないなっていうふうに思っているので、そのぐらいを磨き上げるみたいなスタイルでご提案させていただくことが多いかなとは思います。カニバリを調査しないといけないし、グルーピングも、そうですね、グルーピング入ってます。記事数増やすと良くない理由がヘルプのコンテンツアップデートっていうのがありまして、結構質の低い記事がですね混じってたりすると、その記事だけじゃなくてサイト全体が落ちて更新だけでも落ちてしまうので、自分たちがメンテナンスできるリソースでしか記事って増やさない方が良かったりするんですね。なので大体150キーワードぐらいでいいんじゃないかなとは思います。ミキさん無限にできるんじゃないですか？すでに300記事やって心配になってきました、うん、今回そもそものご相談したのが半年で問い合わせ数を2倍にするっていうところで、そこの具体的にどのくらいの数値目指せるのかみたいなお話があったら嬉しかったなっていうところが思ってたところで、実際お願いするとなったら半年とはお伝えしましたけど、何ヶ月目にこういうことをやってどのくらいのタイミングで2倍に到達して、ポテンシャルとしてはどこのあたりまで既存記事の改善できそうかなみたいなのがちょっと気になりました。結論としては私だけの力でやるものではなくて、ニキさんであったりとかのご協力ありきなので、そこのスケジュール感とすり合わせさせていただきたいなっていうふうに思ってまして、ただ数値出すのって割と簡単なんじゃない
ないかなっていうふうに思ってまして、対策するべきキーワードってある程度決まってて、そこの CVR が出てて平均値とどのぐらい離れてるのかっていうところが分かるので、まず CVR 改善で平均まで持っていったらこのぐらい上がりますねって差分はすぐ出せると思いますし、流入についてもこの記事すごいコンバージョンレートがこのぐらい見込めるので、例えば3位から1位にしてったらこのぐらい流入が増えるっていうふうに CTR 考えると仮説立てれるのでこのぐらい増えますよねみたいなところは、もう少し詳しくお時間いただいて調査させていただければ割とすぐ出せるんじゃないかなとは思っています。わかりました、ありがとうございます。今回のご提案聞くと結構比較記事のところ記事数もありますし、平均から下振れてる記事もあるんで、多分それの改善で2倍ぐらいであればいけそうみたいな所感ですか？そうですね、その所感になります。ただ弊社までやらせていただくのがその5本に絞ってしっかり見させていただくので、そこの5本の知見ナレッジを本社の方で派生していただきたいっていうような形でして、そうするとどんどんいろんな記事が良くなっていくみたいなイメージになります。わかりました、ありがとうございます。感想としてはめちゃくちゃ堅実でいい提案で、なさきさんがいる世界とそうじゃない世界で初感 1.5 倍ぐらい違いそうだなっていう感じの感想は受けてるのでありがとうございます。欲張るとしたら3つぐらい観点もあって、1つはビッグワードですね。 SEO 単体とか上がったらどうなんだろうみたいな、今って多分 SEO1 号だけだとまだ1ページ目にはいないのかなと思ってて、そのシナリオっていうのはありえそうなのかっていう話が1つと、2つ目が酷な依頼かもしれないですけど、要は問い合わせした後の制約率とか受注単価みたいなところを踏まえた時に優先度ってつけられないのかなっていう、広告っぽい考え方もしてるんですけど、ロアスの観点でやった時に優先度ってつけられないのかなっていう話が2点目。3点目は今回の提案だとやることって多分もうほぼほぼ固まってるから、それをいかに組織として回していくみたいな話で言うと、半年っていう予言じゃなくてもうちょっと早く詰めるみたいなっていうオペレティブなところですね。この3点がもし元気があったら超嬉しかったなっていう感じですね。めちゃくちゃ欲張ってるんですね。ありがとうございます。まず単ワードについては正直優先度を下げたいなっていうふうに思っております。単ワードで取るにはある程度サイト内で網羅していくみたいなところが結構必要になってくるので、管理体制ができてない状態でやってしまうと逆にヘルプコンテンツアップデートで足引っ張られるリスクがあるので、単ワードを狙いに行くって意思決定をするのであれば今の体制を変えなきゃいけないみたいなところに言及しなきゃいけなくなるので、提案から省かさせていただいたっていうところが強いです。ロアスの観点からみたいなところは CRM 側との連携が必要になるので、連携させていただければ、例えば SEO だったらこういうキーワードがいいんだねとか、逆に支援領域によっても結構分かれてきそうなので優先度つけてやっていきましょうみたいなところは全然可能かなというふうには思ってます。期間を詰めるみたいなところに関しては、これもやっぱり体制構築みたいなところになってくるかなと思ったので、今回の提案からは省かさせていただいたんですけども、個人的に結構詰めるっていうのがやった方がいいとは思いつつも諸刃の続きになっちゃうんじゃないかなとも思いまして、そこは本社側と相談させていただきたいっていうのが率直なところです。理由としては記事数めちゃくちゃ高いなっていうふうに思いまして、今この独自性とかって出せるのってしっかりパートナーが書いてるみたいなところがあるので、それを詰める代わりにパートナーじゃないライターがやりましょうみたいな話になってきた時って独自性であったりとか専門性みたいな観点が落ちていくかなと思うので、それこそ今うまくいってるところを抜本改善するみたいなところになっちゃうので、そこはリスクも伴うなっていうふうに思いましたので、相当経営目線になってくる話なのかなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。ちなみに補足で言うとざっくりのロアスを取ってますよね。はい、で言うと SEO 経由でどの案件決まったかみたいなのは分かってますよね。そうですね、はい、おっしゃるとおりです。それ自体は連携してます？チートは共有してるんですけど、詳細にはお送りしてなかった。細かいところに書いてあるそうですね、メモとかで書いてあるそれはさすがに酷か。ロアスの観点はこの前ミーティングで分析した時に、クリニック集客とかインダストリー系とか業種系の集客系が思ってる低かったのが僕の中でも意外だったっすね。あ、そうなんですね。これめちゃくちゃ意外ですね。高そうなイメージなんですよね。結構比較系の記事の CV が意外と大手の企業さんが相見積もり先の一社として、お寄せてくださるみたいなケースが多いので、比較系で CV したものに関しては結構単価高くなりがちみたいな、それの裏返しというか相対的には多分そっちがだから低くなるみたいな形かなと思ってます。細かいところ置いといて、船崎さんっぽい提案だと色が出てます。すげえ石橋叩くじゃんみたいなっていう感想ですね。反論を潰すために前提ガチガチに固めるみたいな感じの感想で、逆に言うと意思決定がしやすいっちゃしやすいんですけど、ワクワク感みたいなのはそんなになかったなって思いますそれが多分いいところなんで、それを変えたらおかしいことになるなっていう風に改めて僕が受け手として聞いて思ったっていう感想だったんですけど、シンプルにまたご相談させてくださいってな感じで、めっちゃロジカルで素敵だったとか、はい、ありがとうございます、はい、よかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。